台風ナウ。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アクです。よろしくお願いします。もう風がすごい。今ね、台風の中撮影してるんです。台風の中っていうのもおかしいな。台風来てる中ね、まあ家から出られへんし、どうしようと思って、まあそんなんどうでもいいや。もうすごいすごいな。まあいいや。270日、もうなんぼやこれ。もう何回やったらええやん、このくだり何回やったらええねん。あとということで、もう先出すわ。スクラップ D メディカルミノキ5。いやー、ちょっとね、そろそろ生えてきたんちゃう？ということで見てください。3、2、1。照明で輝いとるよ。うん、やばいな、台風がすごいです。見てください。まあ、ちなみにこれも台風の目みたいなもんですね。あかん、滑るしハゲてるし、どうしたらええねん。っていうことでね、なんなんでしょうねこれね。まあでも9本目いって270日でしょ。あと何本？10、11、12、あと3本や。あと3本でな、多分もう生えへんかったらもうこの企画もおしまいですわ。どうでしょうどうでしょう、皆さんどうですか？もうそろもう見分けたやろ。これについても喋ることも最近ないもんな。うん、だからちょっとこれ分かりやすくするために髪の毛切ってたけど、はい、もう私伸ばしますわ今から。これさ、もう伸ばしてさ、ちょっともうね、こうやって隠した方が多分いいと思う。うん、まあそんな感じです。台風もね来てるんでね。いやなんかね、台風来て、うん、まあいいや。はい、ということで今日は短い動画やね。うん、えらい短い動画やな。かぶります。はい、ということでね、9本目、9本目いったんですけど、もうちょい我慢するわ。我慢して我慢して、鬱憤が溜まったらもうクレーム入れる。クレーム入れるっていうか、まあ普通に聞いてみる。むしろ、直接本社乗り込みたいぐらい。はい、ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。あく、まあケント頑張って返してくれって思う方はね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、あくでした。よいしょ、髪の毛伸ばすぞ、ロン毛にするぞ。